ワーナー・ジャンセン・ワーナー・アレクサンダー・ジャンセンはアメリカ合衆国の指揮者、作曲家。ジャンセンはニューヨークに生まれた。音楽で生計を立てることに父親が反対していたため劇場やダンスホールでピアノを演奏したり自作のポピュラー音楽を売ることで自らダートマス大学の学費を苦面した。ダートマス大学ではフィリップ・ジー・クラップにニューイングランド音楽院で アルトゥール・フリードハイムとジョージ・ホワイト・フィールド・チャドウィックに支持した。第一次世界大戦に従軍した後、ダートマス大学に戻って1921年に学位を取得した。1920年から1921年にかけて、バーゼルでフェリックス・ワインガルトナーに、1921年から1925年にかけて、ストラスブールでヘルマン・シェルヘンに指揮を学んだ。 1922年から1928年までドイツで指揮者として活動した。1930年から1934年まで奨学金を得てローマのサンタチチイリア国立アカデミアでレスピーニに還元落法を学んだ。ジャンセンはヨーロッパ各地で指揮活動を行ったが、1934年にヘルシンキでシベリウスの作品を指揮した時には、 シュベリウス本人の強い支持を受け、また1936年にはフィンランド政府から白バラ勲章を授与された。1934年、アルトゥーロ・トスカニーニの招きでニューヨーク・フィルハーモニックをアメリカ人として初めて指揮した。1935年にダートマス大学の名誉音楽博士号を授与された。1937年から1939年までは、 ボルティモア交響楽団の音楽監督を務めた。1937年にハリウッド女優アン・ハーディングと結婚したが、子供はなく1963年に離婚している。1940年、ジャンセンは自らジャンセンド・ドサンゼルス交響楽団を組織し、その指揮者を1952年まで務めた。1946から1947年には、 ソルトレーク交響楽団、1947から1949年に、ポートランド交響楽団、1952から1954年に、サンディエゴ交響楽団の指揮者を務めたほか、アメリカ・カナダの交響楽団に客演した。1957年からは再び、ドイツ各地の還元楽団に客演している。ウィーン国立歌劇場還元楽団と、 ウィーン・フォルクス・オーパー管弦楽団を指揮し、カール・ビリエー・ブロムダールのオペラ、アニアラ、2038年の宇宙旅行の女子と、セルゲイ・プロコフィエフのオペラ、戦争と平和の録音を残している。1970年代初めに、アメリカに戻り、クリスティーナ・ハインツマンと再婚して、ロングアイランドに住んだ。クリスティーナとの間には3人の子が生まれた。1990年に、 ニューヨーク州ストーニー・ブルックで没した。ジャンセンは若い時から生活のためにポピュラー音楽を書いていた。1930年頃に本格的な作曲を始めた。映画音楽も数多く作曲した。最初に作曲したのは1936年の将軍赤月にシスの音楽でアカデミー作曲賞候補になった。1938から1942年には、 ウォルター・ウェンジャー・プロダクションの音楽監督を務め、5本の映画の音楽を作曲、指揮している。その後、ユナイテッド・アーティストのいくつかの映画の音楽を書き、その中には南部の人が含まれる。テレビドキュメンタリーの音楽も作曲した。ありがとうございます。